サーバント、ライダー、コンスタンティノス11世、神聖にして偉大なるローマ、最後の皇帝タラントするものである。君の願いが叶うよう全力を尽くそう。私本来の霊気出力だな。この服を着ると祖国を背負った気がして厳粛になるものだ。ああ、変化はない。だが、もう少しで何かが見えてくる気がする。悪いが、付き合ってくれないか？そうだ、これこそが。ハギアソフィア大聖堂にて、民と共に祈りを捧げた時の、絢爛ではあるが、この鎧を血に染める覚悟をしなければならない。私の準備はできている。行こう。マスター、そこにいたか。慌てるな。この窮地を切り開くために一度は屈した私が呼ばれたのだろう。君が不安がることはない。ここには私がいる。さあ、行くぞ。君が生き残れば我が勝利だ。種火か。ギリシャ火で代用できないものかな。能力向上を確認した。ありがとう。マスター、そろそろ遠征の時期ではないか。君が主だ。私が皇帝であったとしても、その立ち位置を変えてはいけないね。マスターとの関係か。ごくごく当たり前のマスターとサーバントの関係だとも。健全な方だとは思うよ、私と君は。聖ジョージ、ゲオルギウス、あなたのような聖人と共に戦えるとは。聖女マルタ、なんたる光栄。共にマスターを守りましょう。おや、マルタ殿、今ものすごく滑らかに鋭くジャブを打ち放ったような。気のせい。なるほど、気のせいでしたか。そうですか、そうですか。疲れているのだろうか、私は。ローマの名高き皇帝たちよ。ああ、どうか、我が罪をお許しください。ビザンツ、東ローマ。ローマにゆかりある国ではあろうが、もはや別物、似ても似つかぬ。しかしそれでもなおローマ皇帝を名乗るとは。かわいいやつだ。ジャンヌ・ダルク殿、同じ時代に生きた者として敬意を表する。さあ、共に祈ろう。己のためではなく誰かのために祈りを捧げる。君はそれができる人間だからね。好きなことか。チェスや将棋は好みだな。麻雀はダメだ、運の要素が強すぎる。トランプはゲーム次第かな。嫌いなことか。守りきれないことだな。籠城戦も好きではない。特に希望のない籠城戦はね。聖杯か。いや、望むことは何もない。君が自由に望むがいい。その望みが私が守るべき法に違反しない限り全力で叶えよう。祝祭の時だ、マスター。おや、マスターか。何用かな。マスターか、何かあったのか。護衛任務ならば喜んで引き受けよう。
なぜ祈るのか。いい質問だ。我が祈りが神に届くとしても、神がそれに応じるかはわからない。そういう意味では無意味とも言える。しかし、祈りが常に意味あるものになってしまえば、そこにあるのは商取引でしかない。無利益ゆえの祈り、それが信仰なのかもしれないな。サーヴァントはマスターを守るものだが、私はその中でも特に守護に特化している。シールダーでこそないがね。いざとなれば、そうだな。馬には乗れるな。君を逃がすことに先進しよう。君は生きている。それこそが我々が君を守らなければならない最大の理由の一つだ。人類を守るのは、歴史を切り開くのは、常に君でなければならないのだ。つまり、命を懸けよう。君にこの力を捧げよう。私とて元々は人間だからね。好きな人間のために全力を尽くしたいのさ。なるほど。そんなことが。記録はあるが実感はないな。その私にとってよほど鮮烈な思い出だったのだろう。ならば、彼の誇りを汚すまではするまいよ。それにしても運命とは、奇妙な露天を見せるものだな。